聖籠町役場、産業観光課地域振興係です。ボランティア活動に積極的に参加し、地域の方々とのつながりをたくさん作りました。ボランティアではコミュニケーション能力を身につけることができ、今の職場でもとても役立っています。慶和学園大学は教員と学生の距離が本当に近くて、何でも相談できる、とても学びやすい環境だと思います。